ジューン・スキップはアメリカ合衆国入りの異衆、バンダリア出身の俳優。戦闘ブウーマン、夢の香りやアバウト・シュミットをはじめとする多くの名作映画で脇役を務めた。また、テレビドラマ、ブロードウェイでも活躍している女優である。ジューンはジョイベレ・スキップとルイス・スキップの間の一人娘である。彼女は入りの異衆、バンダリアで子供時代を過ごした。 母親のルイスはゴルフ愛好家で1920年代のサイレント映画でピアノ演奏をした有名なピアニストであった。後年ピアノ演奏を競う大会に参加し、1975年と1976年にザワールドチャンピオンシップオールドタイムピアノプレイングコンテストを受賞した。父親のジョイベレは保険業者で第二次世界大戦中は海軍に入っていた。 ジューンは著名な演技コーチであるチャールズ・カカツアキスと結婚していた。ジューンはセントルイスの劇場から女優としてのキャリアを始め、クリーブランド・プレイ・ハウスで演技を学んでいった。ニューヨーク移住後は HB スタジオで演技の学習の場を移した。ブレイクのきっかけとなったのは1958年のオフ・ブロードウェイのミュージカルザ・ボーイ・フレンド・でドルチェを演じたことだった。さらには、翌年、 オフブロードウェイでのレンド・ア・ミーアーの再演にも出演することができた。1960年、エセル・マーマン主演のミュージカル、ジプシーでブロードウェイデビューを飾る。この時、彼女はストリッパーのエレクトラを演じた。また、1968年には、トニー賞ミュージカル作品賞にノミネートされたミュージカルザ・ハッピー・タイムにも出演している。1995年には、 ブロードウェイにて、ストレートプレイ、サクリリッチに出演し、エレンバースティンと共演した。日本で放映されたもののみ記載。ありがとうございます。